一柳敏さんの、この第65回お鷹賞受賞作品です。交響曲第10番「さまざまな思い出の中に岩城宏之の追憶に」、これ2016年の作品で、オーケストラアンサンブル金沢の定期演奏会で初演されたものなんですね。前回お聴きいただきました池部慎一郎さんの作品は、仙台フィルでのですね、武満徹さんの没後20年を記念したコンサートで移植初演された作品、くしくも交響曲シンフォニー第10番だったわけですが、この一柳敏さんの作品は、指揮者の岩城宏之さんの没後10年を記念するアンサンブル金沢の演奏会で、初演されたもので、岩城宏之さんへのこの追憶の曲とこうなってるわけですね。くしくも今回の2つの受賞作品は没後20年、没後10年という、まあ日本でのですね、偉大な先輩の音楽家へのこう追憶追悼の思いを含んだ作品ということになったわけです。一柳敏さん、プログラムの解説にですね、このように述べておられますね。私はこれまでいろいろな指揮者の方々と自分の作品を通してお付き合いをさせていただいてきた。だが、私の生涯で岩城さんほど長く親しくお付き合いした指揮者は他にはいない、とお書きになっています。そして、この曲自体をもう本当に岩城さんへ捧げるという思いでお書きになっているわけで、岩城さんはよく知られてますように、その指揮者としてデビューされる前ですね、打楽器奏者でもあられた時期があって、打楽器を専攻され、特に鍵盤打楽器ですね。私も岩城先生からその木琴の話とかですね、いろいろ 伺った思いがありますし、私のことはともかくとしても、私の世代の、日本の作曲家たちにとっても、もう岩城宏之さんは大恩人とでも言いますか、もう育てていただいた親のような存在でもあると、そういうふうに思います。はい。で、そうした打楽器奏者としての岩城さんの一面も曲中には組み入れられているということです。岩城さんの思い出をしのんで楽しんでいただければ、私にとってそれ以上の喜びはないと一柳さんは結んでおられます。それでは、この第65回お鷹賞受賞作品、一柳敏作曲交響曲第10番「さまざまな思い出の中に」、岩城宏之の追憶にお聞きください。管弦楽 NHK 交響楽団、指揮はローレンス・レネスです。一柳敏作曲交響曲第10番「さまざまな思い出の中に岩城宏之の追憶に」をお聴きいただきました。第65回お鷹賞受賞作品です。さまざまな思い出の中にというこのサブタイトル、作品の中に生き生きとですね、投影されていたと思いますね。もう曲の前半のクラリネット2本の高音域でのシンコペーションの動きあたりから、非常にこう透明感があって生き生きとして、しかも新鮮な音のモーション、これ本当にそういうことが全曲にわたってですね、実にこう簡潔明瞭にこう示されていて、それでいて、まさにそのさまざまな思い出というものが織り込まれているという、一柳敏さんらしい作品ですね。非常にこうシンプルでありながらですね、その要所要所が持っているその音の特性というか、個性というか、モーションというか、その辺が独特にこうチャーミングだと思いますね。はい。今回のお鷹賞はですね、池部慎一郎さんのシンフォニー第10番、そして一柳敏さんの交響曲第10番という2つの第10交響曲が、受賞されたということで、これら第10番目のシンフォニーというのは日本の作曲史の中でもですね、それほど多分、もしかしたら初めてかなというぐらい、10番というのはすごい数字だと思うんですね。お二人の大家がその数字を達成されたということは、我々の世代にとっては、とってもですね、目標とすべきことかなというふうに改めて思いました。このお鷹賞もですね、実にこの65回というね、回数をたど、もう重ねていてですね、初期の頃、ほっ
端が1953年なんですね。第1回というのはね、私が生まれた年なんですね。そこからこうずっとこう受賞曲の一覧を見ていきますと、まあ日本の作曲史というものをですね、本当に生き生きとこう映し出しているとも言えると思うんですね。まあ私が若い頃っていうか、まあまだ学生の頃、もっと小さい中学生の頃とか、そういうことから頃からですね、この小鷹賞というのはいつもとても気になって勉強にもなった、こういう賞ですね。まあこれがずっと続いていって、このミュージックトゥモローもですね、まあいろいろと新しい作品も生み出しながら続いていくということに期待をしたいと思います。